今日は、あれですね。クロックタワーを。バローズ上編か、ヘレンの。ふぅ。ああ、氷なくなってきちゃったな。これやばいんだよな。頭痛いからちょっと寝てたんだけど、若干まだ来てるな。熱中症だね、この感じは。よくわかるわ、熱中症は。ちょうどね、後頭部からね、首筋にかけてがすげえ痛いんで。ああ、この感じ懐かしいな。前の仕事してるときよくなった感じですね。言うてでも一回寝たんで。いや、マジでもうね、本当に来年は、クーラーを導入しようと思って。なんか年々やばくなってる気がするんだよな、夏。ゴッツ。手がかりがあったのか。図書館編ね。図書館編なかなかあれだよな。やっぱサリバン先生が やられるとこがやっぱすごかったな。まあそうだね。俺も行くか。かっけえ。これはできる男。乗らん。おお。有名人？大したものね。怒られる前提なのか。いいのかな、それは。ホテル。ヘレン先生。グラニット個人。そうだね。危険だね。手がかり。何を言い出すの？ああ、なるほど、確かに。けなげやなーってなるんやろな、ほんと。いや、冷水がいいですね。ただあんまり、そうだな、水だけでもダメなんだよね。誰かいる？
ああ、こいつらがいるのか。同行させてもらおう。準備をしておくよ。まあやっぱ3章にエンディングが4個あるから、開始時にセーブしちゃいますか。ゴッツ。10人。ごっつ。さて、いよいよですね。スト2。ジャメイカ。おお、こうやって見ると結構歩いてんですね。ジェニファー。ジェニファーもなの？で、ヘレンスサイドだとどうなるの？こっから。Teach. Everyone's waiting. Oh, yes, I'm coming. この時なんだ。なるほど、こっから始まるわけですね。よし、じゃあセーブしていきますか。いきますか。待って、まず別館、そうか、別館からじゃないから、上行ってみますか、とりあえずじゃあ。同じなのかな？あ、違う。これあれだ、吸い込まれるやつじゃなかったっけ？間のここ調べられないですね。これ吸い込まれるやつじゃなかったっけ？ミニテーブルが置かれてる。ああ、やっぱ違うんすね。あ、いや。ネズミ出る？おう。
おお、なんか内装が違いますね、やっぱ。書斎の鍵。とりあえずあれ、先生のとこ行く。バートン教授のとこ行く。早めに。あれ？いないな。違うんだ。あー、結構違うっぽいね。ケイ、あ、ケイ、ケイじゃない、あれ、なんだっけ、あ、ベスだ。こんなところに、危ねえぞ。あ、これダメじゃない？Beth, listen to me. The Scissor Man is equally strong against one opponent or many. So there's a better chance of one of us making it out alive if we split up. 絶対一緒にいた方がいいと思うけどな。I'll find a way to defeat the Scissor Man. Okay. こんなとこに一人でいる方がダメだろ。調べられず、あ、懐中電灯とか暗くてどうこうって言ってなかったっけ。関係ないか。こっちじゃ見とくか。じゃあ2階も変わってんのかな。うん、色が違う。ちょっと調べるか。こういうとことかもしかしたら違うかもしれないしな。あれで生きてるみたい。これ調べられないんだ。これは？うん、いいデザインらしい。うん。あ、閉じてる。いけないようになってる。鍵。バートン教授いなかったなぁ。
ゴトン。鍵、バローズ邸の鍵。あ、これあっち側に行けんじゃない？表示されず。バローズ邸の鍵。サンタは出てこないと思いますよ。サンタじゃない何かが。よし、こっちかな。バローズって違うか。どこだ、鍵かかってるとこって。とりあえずあっこで鍵手に入るんだな。微妙に変わってますね、色とか。ここはなんかあるかな。下行ってみようか、とりあえず。ん？これあった？鍋。こっちしかなかったんじゃなかったっけ？これなんだ？え？これなんでもないの？え？缶詰とかが転がってんのかな？あのなんかこれ見よがしに落っこってるけど、なんでもないの？え？ほう。あ、生きてる。ハリス？You frighten me. Have you discovered anything yet?Nothing. This is some building, though. I think I'll be safe here. What? The Scissor Man is somewhere. いい建物か。I'm only guessing, but I think it's you he's after, not me. Oh yeah? I picked up this key before. You can have it. I wonder what it's for. Helen, you better find a way to defeat the Scissor Man, and quickly.戻るときやられる？そんなことなかった。暖炉の鍵ちゃんと書いてある。ダンロップ。流れ違いますね、だいぶ。行くか。よし。暖炉の鍵、暖炉からあれか行く感じかな。何今の動き。あ、ティムだ。暑いね、やばい暑いよ。Are the others okay? I don't know. I'm still looking for them. I wonder if Nolan is still alive. 相棒か。ティムにもう一回話しかけてみよう。なんかくれっかも。生存者3名か。そうか。とりあえず生きててよかった。
暖炉の鍵が手に入ったんで行きましょうか。とりあえずあっちにつながる、逆にあっちに行く感じか。まだ煙火しないね。とりあえず一回ジェニファールートは通してるからあれですね、場所はある程度はって感じですけど、なんかちゃんと分かっちゃいない。バロズ邸の鍵ってどこだろうな。タタタタタタッつって、大丈夫これ。嫌な予感がするわ。まあでも死んだらコンティニューか。いや冒険しないとダメでしょ。冒険でしょでしょ。よし行こう。やられちゃいそうな気する。今はみ出てたな。お？ここなんだ。化粧、鍵がかかってて開けられない。股間を蹴る。後ろに隠れて、覚えてますぞ。鍵がかかってる。ポケットの中にはまあ同じとこにはねえかな。バカオツ。本倒すパターンもあったよな。ヒント10、ここなんですね。せっかくだから調べてっちゃうか。すごいコレクションだわ。っていうか人隠れられるってよっぽどでっかい本だよね、今思ったけど。新しいキャップオンにしてから音がねかなり良くなったんですよね。こっちもあんのか。紛らわしいよねこういうとこって。調べる。ないね。よし行ってみようか。ジェニフ、ジェニファー、やめろシャバゾア。
え？なんてことなの？え、終わり？生きていない？生きていないの？これなんとかなんねえのかな。いやでもやれることがないな。ダメだったんか。そうやろうな。うん、嫌だね。何？あ、ジェニファーおらんなってる。カリカチュア。これでこっから戻れるんですよね。これよこれ。っていうか、え、こっちに錠がかかってたのになんで出れるんだ。シザーマンが開けたのかな。いやちょっと待って、借金じゃねえから。お、借金、おい、ふざけ、なんでおめえがこっちに。借金じゃねえから畜生めが。もっと近かった。あれ、この後ろは、え、この城ダメ？絶対こう来るときに見える。恐ろしい相手だったぜ。そっか、ここ開けられた記憶は俺ヘレン編やったからか。ヘレン編やった記憶が全然ないんだけど、やってたんだな、ちゃんと。まだ行ってないとこありましたね。もうそろそろでもみんな死んでっちゃうかな。
レスとティムとハリスか。ハリス生存ルート、バルブハンドルよく言われますよね、バブルハンドルって。いや超あるあるだよなこれ。こっちは？さて、あれやっぱ手出てくんのかな、これも。一応見てみよう。長い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 。きめえ。一緒なんだな、ここは。空っぽだわ。お？じゃない、悪魔の子供を追放する言葉を暖炉に隠す。暖炉に隠す。ちゃんと意味ありましたね。あっちだと空っぽなんだけどね。なるほど、こっちルートだと意味があるんだ。あれっていうか、なんか体力回復してるぞ。なんでだ、しこたま減ったはずなのに。暖炉ってあるの、寝室の暖炉か。あ、こっちあれか、こっち行ってもあれか。開けられますこれ。あ、これがバローズ邸の鍵か。こっちはいけないのかな。あれどこだっけ、なんか油刺さないとどうこうって。あ、刺す必要なし、同じ手順でいく。ノラ、お、生きてた。ミイラじゃねえ。後ろから。何今の間。Not yet. I'll help you search. We'll find her, Helen. これなんです？ノーラン。ミニレコーディー。うん、ロップは？ロップは取れないのか、こっちだと。こっちもなんもない。木箱、箱、ノーラン。バカオツするしかねえな。ノーラン、これ終わったんじゃねえか。お前は動けよ。オブジェクトと化して擬態して魔法というのか、オランナルっていうね。
来るんですかね、彼らは。コウモリのような何か。シュールね。はい。開くんだ。布の袋、これ隠れられんのかな、じゃあ。野球ボールぐらいのサイズの鉛玉が出てきた。これでぶん殴ればいいんじゃねえの。うん、前回っていうか、あの、まあ、ジェニファールートにはなかったアイテムがいろいろ出ますね。書斎か。あれ、書斎じゃないか。ザッて来る？あれ、ザッて来ないじゃん。開かない。ヘレンルートだとこっちはないのかな。うん、骨の間いけないみたいですね。ほい。お？これ上から、こっちだとなんかあんのかな？鉛玉はこれあれか、上から落としてなんかするんか。そんなことないか。分数が見える。鉛玉、うん、そんなことはないと。でここか。 OK、 覚えてましたよ。ここは共通でしたね。さて、あ、こっちの暖炉か。これね、なんか暗号とか分かってない状態で行くと暖炉の上に吸い込まれてくやつがあるんですよね、確か。火ついてますけど、あ、これか。鉛玉で投げて、ほってなったところにボゴーンって。なんかな、え、これどうやって切るんだっけ。スイッチとかあんのかな。あ、全然覚えてねえや。あは、2回やっちゃった。とりあえず懐中電灯、魔像で本、鉛玉だよね。うん、じゃあとりあえずこっち行ってみますか。取っちゃいます。
色変わってる脚立。これあなんかこれもブツ変わってんのか。箱じゃないね。木箱。中に何も入っていない。だけど開ける場所がない。なんかの鍵になってんですかね、この箱自体が。カラカラと音をしている。無理のようだ。え？そんなことないでしょう。これを見ないと、これができないと。確かになんか露骨に引きずった後。てかアングルが全然違うな。ウィーンってウィーンってなる。下へ参ります。天体のプレートは関係ねえのかな。ヘレンか、もしかしてネズミにやられんの。何も見えない。ヘレンの時は月が正解だったんですけど、とりあえずこれバットだろうからこれ行こうか。縦穴式住居。これグッシャーなのかな。あ、お、正解。いや、あ、来るぞ。ネズミ、そうなんだよ。ネズミが来るんですよね。デッドエンド。僕のあの、ペルソナで一番好きな技ですね。月行きます？じゃあ。ジェニファーだと月が正解だったっけ？壁が迫ってくるやつマジでやばかったよな。あ、一緒じゃないこれ。一緒っぽい。ああチューチュー。ネズミエンですね。これなんかヒント見てないとダメなのかな。でもなんかこう調べられそうなもんなかったけどな。なんか当て勘で言っちゃっていいのかな。あ、いや、さっきの3つのアードコーダってやつなのかな、やっぱ。いや、これいけたでしょ、さすがに。いけなきゃ嘘でしょ、これ。一緒なんだけど。あ、違うね。あ、いや、違くない。狭くなってる。チューチュー。全部一緒じゃねえかよ。あんだ、これ味すりゃいいだよ。ちょっと待って、私にヒントを読ませな。8だけ取ってないんだけど。持っている時は荒っぽいことをして中身を取り出すらしいです。荒っぽいことをして、あ、上から落とすとか。持って帰りたい。さすが先生。この箱が何になるか。あ、ここ入れてみようぜ。焼いちゃおうぜ。マジ言ってる？
燃やしてみればいいのかもしれないわ。そうだね。中に何かある。これさ、燃えたらダメだったや、ダメなやつだったらどうするつもりだったんだろうね。小箱の中に鍵が入っていた。化粧箱の鍵。化粧箱の鍵。化粧箱の鍵。化粧箱ってさ、あ、ちょっと待って。ちなみにこれ調べたら持ってかれる？懐中電灯。うん。化粧箱の鍵か。ここで出てきてさ、書斎の奥の方に逃げたらどうなるんだろうな。化粧箱の鍵、化粧箱。あの化粧箱、なんかどっかあったよな、化粧箱。ここじゃなかったっけ、ちげえかな。これ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 。ボロボロになった化粧箱が置かれて、それだけか。ここではない。化粧箱、化粧、あ、あれだ、あっちの聖堂の方か。あー、あったな、なんか開けられないやつ、マリア像みたいなやつのとこ、あれかな。いや、今誰がいんのかと思った、ヘレンだった。すげえ男前の立ち方してる。っていうか、あっちからこっちに来たとこ、この辺からは戻れないんですね。これだ。開いた。中に鍵。あ、これは。屋敷の見取り図だわ。噴水の下に、おお。これどうなるんすかね。鉛玉使って倒すの。とりあえず行ってみますか。ここにあるんだね、ゼネファー。あ、ないよな、このね、天体うんちゃらかんちゃら。あれ、あっこまで行けてなんもねえ、つうこと。マジ行ってる？どうしよっか。いや、もう行くか。うん、駆け一人行くか。あ、でもこっち出てくる可能性もあるか。なんか行った先で出てくっかんな、よくな、あの人な。もう後ろから来た。よし、ここしかねえ。うわあ。あれかわいいよな。っていうか、お前自分のどこの城だろう、把握しとけよ。強い。って思いますね。ういやつよ。ここでセーブでしょ、とりあえず。セーブします。よし。これか。
うん、でこうかな。うん、正しければ噴水の下に洞窟が。まあ A ではないだろうな。A ではない。ここに、あ、おお、お前、見ないと思ったら、見てきたま、え、こいつ黒幕？おえじじい、お、トゥントゥントゥントゥトゥルトゥルトゥルトゥトゥントゥントゥ、マジ言ってる。そうなの？お前なん？違うんだ。なんか話がだいぶ変わっちゃうんだね。そうなんだ。この間にちょっとトイレ行ってきます。許せねえよ。
へえ、そうなんだ。え、あいつの意図とかは、でもあれか、別ルートのエンディング見ればわかるか。うん、あ、俺でも結局何人助けられたんだ。パリスでしょ、レスでしょ。あ、ていうか今回はじゃああれか、ケイト・エドワードも助けるのかな、わからねえけど。パリス、レス、ティム、ノラも助けたな。え、助けてないの誰？バートンは今回は、でもジェニファー殺されちゃったんだよな。ジェニファーがやられて、あ、俺ゴッツに会ってね、ゴッツに会わないはないよね。うん、お、シロナさんがトレンド上がってる。今回は風間のおやすさんに殺されるエンドでしたね。なんなん、あいつシザーマンだ、全くもって理解できないけど。ヒント8、あ、これ C エンドなんですね。やってないことがまだ、だからあれ地下行けてないからね。ああ、その時点であれなんだろうね。まあいいやって感じで進めちったけど。ヘレン編ワンチャンいかんかもしれんな、みたいな。見てないのあるよね。45、え、うん、それを使用すると、え、俺あいつから何もらったっけ、なんか鍵もらったんじゃない確か。え、あれ使っちゃダメなの。まあいいや、次回からあの攻略を見ながら、ね、だから DBA ってクリアしていこうかなと思います。今日はこれまでということで、ありがとうございました。